絶対美味しいお菓子を完成させてみせるわ。塔の外に出られないのなら招けばいいんだわ。私はあくまで道を示すのみ、願いを叶える力はありません。結果を得たいなら日々の努力を怠ってはいけませんよ。どんなきつい練習でもやりきってみせるわ。戦力増強も計画的に。さあ行きましょう。呼べ俺のネーム。俺の力が必要なら聞こう、お前の叫び。 Cry baby。 どんなに遠い夢だって決して諦めない。もがいてあがいて掴んでみせるわ。降りかかる火の粉全て撃ち落としてみせましょう。私本当の自分を見つけたいの。作戦を始める前にもう一度下見をしておこう。作戦の成功には事前の準備が大切だからね。心静かに相手の動きを見極めて。キル。そうですか、宝石を受け取った人々は喜んでくれたんですね。それだけで私も心が温かくなりますよ。黄泉の国で汚れてしまった体を急いで清めねば。痛みも苦しみも全て受け止めて笑ってみせるわ。何かに打ち込む姿って素敵だよね。一緒に頑張ろう。あたいもあのプールがなくなるのは嫌だし、協力してもいいぜ。これじゃあ誰も僕の言うことを聞いてくれない。昔は怖がって言うことを聞いたのに。よっしゃ死ぬ気で働くぞ。この都市にとどまり変わらぬ生活を送るのなら、私があなたを守り幸福にすると約束します。このジークフリートの剣の切れ味見せてやる。ここから先は不義を許さぬ任侠の世界。さあ覚悟して通るんだな。何ができるか分かりません。だからまずはやってみませんとね。いつもとは異なる体さばきを意識して。1、2、とりゃ新しい長靴に履き直したことだし、いっちょやるか。さて盾の稽古といくか。長所の運動神経に磨きをかける。まずはそこからだな。道は続く。人が勇気を持って進む限り必ず。よし気合い入れていこうぜ。よっしゃ勇者にも負けねえくらい強くなってやるぜ。私こそが一番の花嫁ですわ。この世を生き抜くにはまず自分を鍛えないとな。魔女のてっぺん目指しましょうか。王妃になるためのレッスンは過酷ですわよ。悪魔に魂を捧げてでも掴みたい願いはあるか。ついきょうだね人間って生き物は。
いかようにもなさいませ。見事こなしてみせましょう。ほら、早逃げんとすぐに捕まるで。たまには努力もせなね。特訓なんてうちには似合わんと思わへん？頑張るわ。今の最高の私を知ってほしいから。苦手な稽古やからって逃げたら飽きまへんえ。うちの子分にはちょっとやそっとの実力じゃなれまへんえ。頑張らなくても私は美味しいのに。儲け話は転がってへん。自分で作るもんや。